はい、皆さんこんにちは。ファミリー空海です。今日はですね、本当は昨日お伝えしたかったんですけども、ちょっと時間がなくて、動画アップすることできませんでした。それで今日、動画アップします。昨日の朝日新聞、一面。私が常に追っていた、話題のことが、バーンって出てます。どういうものか。国産量子コンピューター無償公開。まあ量子コンピューターというのは、まあ普通のコンピューター、まあスーパーコンピューターに比べればもう何十倍何百倍何千倍何万倍のスピードでまあ計算を処理できるというものですけども、これを無償公開すると、おお、素晴らしいですか。じゃあ朝日新聞、11月20日ですか。ちょっと読んでみますね。スーパーコンピューターをはるかに超える高速計算を実現する量子コンピューターの試作機を国立情報学研究所などが開発し、27日から無償の利用サービスを始める。27日、1週間後ですか。ほう。まあどういうふうなことかというと、内容的には、今まで私が、述べてきた。どういう原理であるとか、なんたらかんたらっていうのは、載ってるんですけども、特に重要なところ、ここですね。計算速度は、利権にある小型スパコンと比べて、平均で約37倍速く。まあ、小型スパコンですからね。で、特定の計算では、D-Wave、カナダの会社ですね。よりも正答率が大幅に高かった。おお、なるほど。で、驚くべきなのは、消費電力なんですよね。スーパーコンピューターだと、数万キロワットに上がるものもあると。例えば、大規模な K では、1万数千キロワットに及ぶと。消費電力が。ところが、この D-Wave 社のは、25キロワット以下。で、今回の国産試作機では、1ワット。おー、すごいですね。まあ、数万分の1の消費電力で動く。まあ、計算できるということになります。素晴らしい。で、従来、ただ、問題があるんですよね。それは、従来のスパコンで使われるソフトウェアは使えない。だから開発に必要な専門家が不足しているんですよね。まあ、ソフトが使えなければ、まあ、計算できないですからね。なので、研究グループは試作機の段階で企業や研究機関に量子コンピューターを使ってもらって、そこで得た蓄積を技術の開発や、人材育成につなげることとした。で、まあ、実社会の課題に対応するためにさらなる改良を目指したいと、この研究グループのプログラムマネージャーは、言ってます。まずもう本当にだんだんメジャーな記事になってきましたね。もう夢じゃなくなってきましたよね、これは。2019年度末、だから来年再来年までに、国産での実用化を目指すということですね。まあ今回、まあ試作機を作って、それで2年後、本当にもう実用化を目指すということですね。どんどんなんていうか、まあ未来に、まあ、つながるような、コンピューター技術と私はなると思ってるんですよね。それで、もう、前回も前々回ももうこの話題にしたんですけども、さらにまたもう一回、言いたいことがあります。やっぱり国の後押しが必要です。なんでね、もう早く1年に100億円投資するということを、まあ早く実現して、もらいたいと思います。再来年に実用化ですか。もうこの分野では日本、まあトップをもうこう、ぶっちぎって、まあ中国とかアメリカとかももう後に差し置いて、もうぶっちぎってだよ。その、まあ、一番手を、まあ、ずーっと続けていってもらいたいですね。なので、技術、まあ、革新もさらなることながら、
やはりやっぱり政府の意識、日本政府の意識ですよね。本当にもう日本というのはもう資源がないんで、資源がないんで、もう技術でしかもう戦えないんだと。だからもう技術だけではもう絶対にどこの国も持てない。そのためにはもう金も知力も惜しまないというような姿勢をバーンって出してもらいたいんですよね。今のようなプライマリーバランス黒字化では現段階は難しいと思います。ただもう何回も言ってますけども、安倍さんの星鉄レベルのちゃぶ台ひっくり返し、私も期待してます。ということで、どんどん量子コンピューターメジャーになってきました。試作機ですか、ちょっと覗いてみたいですね。どんな、どんな計算、どんなスピードになってるのか、ちょっとまあ夢がありますよね。早く実業化してもらいたいものです。それでは、まあ、取り急ぎですけども、今日はこれで、終わりだと思います。また量子コンピューターについての、まあ、記事があったら、まあ逐一報告していきたいと思います。アディオス、アスタマニアナ。